いては4号艇の池田裕美選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。池田選手のここまでの船足のお話をまず聞かせていただきたいと思います。乗りやすいです。乗りやすい。さあ、やはりそこが一番求めてらっしゃるというところだとね、いう情報も。そうですね、はい。さあ今日優勝戦に向けては何かそうすると考えていらっしゃる面はもうないですか？エンジンに関しては。エンジンに関しては、はい、ないです。はい、4号艇という中枠なんですが、進入コースの位置に関してはどういうふうにお考えなんでしょう？枠なりでダッシュ、ダッシュがいいですね。なるほど、はいはい。スタートについては池田選手もちょっとハンデ一つお持ちなんですけれども、はい、そのあたりいかがですか？そうですね、全速でまあ10ぐらいいければ万々歳です。はい、さあそれでは最後にファンの皆さんに一言お願いします。優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。4号艇の池田選手でした。さあ続いて